皆さんこんにちは、ケンです。本日はオルトリーブのバイクパッキングシリーズに新たに加わった2つのアイテムを紹介したいと思います。フレームバッグとフュエルバッグ、いわゆるトップチューブバッグっていうやつですね。こちらがバイクパッキングシリーズの新製品になります。フレームバッグ、今回の新製品に更新される前はここの全長が確か50センチぐらいだったんですよ。50センチっていうと、まあ、日本人の平均身長からすると、まあ、ほとんどのフレームに対して大きいサイズなんですよ。今回40センチの全長となりました。このエクスプローロっていうグラベルバイクなんですけども、M サイズ乗ってます。40センチっていうのはちょうどいいサイズですね。なのでこちらのフレームバッグっていうのはまず新製品っていうよりは全長サイズが見直されたっていうところですね。せっかくなんでね、その昔のバイクパッキングシリーズ、カラーがグレー時代の時とは、まあ、どっちみち進化してるので、そこも今紹介したいと思います。このジッパーは結構デカめでできてて、収納することができてバタつきとかはありません。ちょっと開けづらいんですけど、結構硬めのジッパーです。でこうガバって広げて、仕切りとかは一切なしにこう入れれますね。で今例えば GoPro の三脚だったり、バッテリーだったり、修理キットですね、たくさん入れてるんですけども、かなり余裕です。このように段差があるんですね、トップチューブのつける部分に。なのでこう四角いフレームとかだと、こうやってねフレームに対してぴったりくっつけることができるので、まあ従来のグレー色のバイクパッキングシリーズだとこれが、まあ、ガイドみたいなものがないので、まあ、バタついたり動いちゃったりとかすることはやはりあったんですけど、まあ、今期のシリーズに関してはフレームに対してガイドがある。トップチューブをつける部分も、まあ、自分で調整してカットしてるんですけど、こうやって滑り止めもあって、その上からベルクロで止めるっていうようなスタイルなので、しっかり止まります。横ずれとか少ないですね。こういったオルトリーブのロゴの部分は反射板になっております。でこのフレームバッグなんですけど、もしかしてこのガイドがあることによって、逆に例えば細い黒森ロードとか、どうでしょうね、まあ、特殊なトップチューブの形状だとしたら逆に邪魔かもしれないですね。なので自分のトップチューブを見ていただいて、まあ、このオルトリーブ最適化っていうのを考えていただければいいのかなと思います。で次、これが新製品ですね。トップチューブバッグってちょっと今から読ませていただきますね。これの特徴としましては、このグラベルバイクのようにボルト2箇所で止めるタイプ、もしくはダブ穴がないフレームに対しては付属のマウントがついてますので、それにつけていただくっていう感じですね。ボルトオンの場合だと結構スッキリしますし、ズレもこのマウント使うよりはズレにくいんじゃないかなって思ってます。で今までトップチューブバッグっていうのはもう横開きで小さいサイズのやつあったんですけど、物も全然入らないし使いづらかったですね。でも今回のやつは値段は高かったと思うんですけども、作りはしっかりしてます。このようにここマグネットなんですね。でこうマグネットでこうパチパチ開くタイプです。結構マグネット強力で、開けるときはパッて開けれるような仕様になってる。他にはこういう仕切りがありますね。 iPhone の Pro Max ですね。一番でかい iPhone でぴったり入る感じで、ラファンの財布になるんですけど、ちっちゃいサイズでぴったりっていうような感じですね。スマホね、ここも入るから、今最新のプロマックス使ってる方もこの仕切りにぴったり入るような仕様になってますね。こうやって閉じる感じですね。これね、型崩れしないですね。維持してくれます。で中には、まあ、ブルベとかする方だと、ここにスマホとか再婚に線を接続したいと思うんですけど、そういった穴はないんですけど、こっから正直ここに隙間指1本ぐらい全然入るので、こっからこう出してつなげることは可能。デメリットというか、ちょっと重いなって印象です。理由は簡単なんですけど、二重構造になってます。骨組みが入ってるんですよ。要は下敷きみたいな素材のやつですね。それに中を傷つけないスウェード強ですね、生地が貼ってあるので、その分重量はアップしてるなって印象です。待ちの時に特に男性ね、ここ当たりますわ。でここ結構硬いから、痛いっす。そこだけちょっと注意点かな。やっぱオルトリーブなんで間違いないんですけど、雨とかでは全然平気ですね。中に浸水とか一切してなかったので、
アピドラの防水性能も結構優秀なんですけど、やはりその大雨とかのブルベの時はちょっと濡れてましたので、まあ、そこがねちょっとでも気になる方はオートリーブ一択かなって感じですね。あとはね、ここの幅が広いんで黒森とかだとちょっと浮いちゃう可能性はあるかなっていうところですね。はい、ということでオルトリーブの新製品の紹介でした。あのバイクパッキングっていうのは私の所感ですけど、やっぱり自分の自転車に合ったデザインだったりサイズだったりとか仕様のものを選んだ方がいいので、よかったらそのアピデュラとかアサヒとかブラックバーンとかいろいろあります。見て検討していただければいいのかなと思います。はい、では本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。